ツアーで、関西方面回ってたんですけど、ちょっとそのライブが、飛びまくってしまってですね、それで何かこうジャムセッションというか、なんていうのかな、なんかあんま喋れない方がいいか、あのコントラバス弾いてます、よろしくお願いします。トランペットバスクライターの有本ラビトと申します。ここのスペースを、うちの父が長年カメラマンで写真スタジオとしてやっておりまして、で最近こういう風にちょっと皆さんのお付き合いでライブをやっていただくような流れになって、まあ、今日はこちら今そういうことでちょっとなんかやらへんかっていうことで今日は実現しました。本当にのわりなんでちょっとはっきり言ってご迷惑っていうかいろいろご不便、あのご不快なことするかもしれません。よろしくお願いします。はいです。お店長に呼ばれてきました。よろしくお願いします。こちらコントラバスです。サックスの上倉です。お茶屋に呼ばれてきました。責任で東京に住んで、いまして今京都に、去年の8月ぐらいに引っ越してきて、ぼちぼち関西でも活動してますのでよろしくお願いします。どうも。ボーカル、ボイスの湯中と歌と申します。T ボーン、ここの T ボーンの一員です。どうぞ、今日はありがとうございます。歌の沼しもこです。よろしくお願いします。お願いします。ピアノの西島香美と申します。昨日からレイちゃんで落ち合いで呼んでもらって、演奏しております、はい、ここもよくお世話になっています、はい、よろしくお願いします。今日はチェロを持ってきてます、田中と言います、よろしくお願いします。お願いします。よかったじゃん、佐々木さんどうも。アルコリコーダーとアンミカムというのをちょっとありがとうございます。お願いします。佐々木さんどうも。田中です。はい、こんなところですかね。来てくれたんですけど、遠藤さん、あ、よろしくお願いします。とりあえずこんなところですかね、はい、参加者は、はい、なのでどうしましょうかね。はい、どうしましょうかっていう感じで、いわゆるなんかジャムセッション的なことというよりは目的は夜、あ、ちなみに今日夜まで残られる方ちょっと手を挙げていただいてもいいですか。開けろ。はい。で、残ったメンバーで夜をライブやるまでのこうちょっとアイディアを出し合いながらセッションを進めていくような形でやっていこうかなと思ってます。で、今じゃあなんかどうでしょうかね、こう最初適当に組み合わせをいくつか。そうですね、ちょっと作りつつで、でまずはちょっと音でってところですかね、うん、そうですね、はい、その組み合わせ、組み合わせをどうやって決めようかなっていう感じだったんですけど、今じゃんけんで3つに分けますか。はははは、どうでしょうか。何言うの、大丈夫ですか。大丈夫ですか。とりあえず楽器を分けるかも。それ気にせない方がいいかな。うんうんうん、で、あの人数多分ちぐはぐになっちゃうんですけど、それはそれでそのまま行きましょう。うん、じゃあ、せーので、これグーチョキパーで、グーチョキパーで分けるパーで、うん、出したやつで分けるんですよ、うん、はい、うまいこと分かれるか。うまいこと分かれなくてもいいってこと。分かれなくても2人とか1人になっちゃったら1人。なるほど、1人で。オッケーオッケー、了解です。恐ろしい。いきなり、はい、いきなりね。じゃあどこの地方の掛け声に。はい、対象の掛け声。大阪は何やったんです。ウッパーで分かれました。ウッパーで誰となっても僕が似
な知らん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 ねんけど、そう一応キパーで誰となっても文句がしいって言って長いな、ね、それで分かる。大阪の人いない文句なしで出したいな。ちょっと書き込んでお願いします。お願いします。じゃあ行きます。グーチョキパーで誰となっても文句なし。おすごいすごいすごい。ちょっと分かりましたね。はい、じゃあ同じ仲間の、はい、じゃあ集まりましょうか。ちょっといいです。あ、なんかいい具合に分かれたんで。これなしはい。いいバランスになりました。そうですね。じゃあ代表でじゃんけんしますか。代表じゃんけんしましょうか。とりあえず僕じゃんけんします。じゃあ僕もそれでやる。はい。じゃあ勝った順？勝った順で勝ったにしようか。最初はグーじゃんけんポン。あいこでしょ。あ、じゃあ僕はグーじゃんけんポン。じゃあこうこうこう。はい。はい、いましょうか。で、はい。じゃあ、グーチームか。3番目です。強そう。飲酒で大丈夫。ベースを勝つ。ああ、じゃあ最初にもうほぼ海さんとは僕は何回かありますけどね。船長さんと初めまして。海さん？あ、なんか軽くセッションで。あ、じゃあちょっと。最初に紹介しておきます。1回コントラバス甲斐正樹さん、これは遠藤文、ちょっと軽く始めたいんで、もうすごいドゥルドゥルとした場なんで、あのお酒のおかわりとか、あの外にタバコ吸ったりとか全然あの準備していただいていいと思いますんで、よろしくお願いします。コーヒーもありますか。コーヒーもありますよ。ホットもアイスも一応あると思います。
これで。
Thank you.
Thank you.
Thank you.
何時からやるって？何時からやるって？僕のツイート？何時からやるって？そっちの？そっちの5時？こっちの5時？そっちの？何時から？そっちの5時？外国やね。うん。あ、こでな。
こあれ、あの、出汁巻きがうまかったな。日本。ああ、そっちの5時。そっちの5時に、新今宮。日本やね。チュンチュンちゃうぞ。今何時？今な、今は7時です。え、どうしたん？電波悪い。え？電波悪い。あ。ピルルンピルルンって言ったね。本当にやばいですね。もしもし。あ、はいはいはい。もしもし。はいはいはい。どうしたん？いや、あの、今日、あの、そっちの5時に飲みに行く約束してたんですけど、あの、今、こっち5時なんですけど、そっちまだ5時ちゃん。今、朝の7時です。今、し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 、もっと遅れてない。2時間遅れてる。早いんじゃない？2時間遅れてる。早いんじゃないの？早いと思うで。私、だいぶ早いと思う。2時間。めっちゃ待ってる。なんで？なんで来へんの？おい、あ、昨日からおった。あ、それだいぶ早い。昨日からおった。あ、それだいぶ早い。ごめん。昨日からおったから。そうなん？昨日からおったから2時間遅れてるって言わして。でも私今7時、朝の7時。めっちゃ早いと。今どこ？新今宮。新今宮出たとこのあの。うち神戸やけど。2時間遅れてる。だいぶ早いと。だいぶ早い。だいぶ、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 帰るんや。わかった。じゃあ、さよなら。の遠村邦明です。よろしくお願いします。今日は今から別の会場でライブをするので楽器を置いてきたので楽器を持ってきてません。いつもコントラバスを弾いております。フラジオというステージネームで演奏しておりますので検索ないないお声掛けよろしくお願いいたします。素敵なライブです。Thank you.
No.
Thank you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 .
休憩しましょうか。